松島幸太郎は南アフリカ、プレトリア出身の日本のラグビー選手。父はジンバブエ人、母は日本人。ポジションはバックスで総力に定評がある。2011年1月、全国高校ラグビー大会優勝。2014年、日本代表初選出。愛称は松。南アフリカ共和国の首都プレトリアでジャーナリストとして働いていた。 ジンバブエ人の父と日本人の母のもとに生まれる。ミドルネームのマニラジはジンバブエ人に多い名前である。5歳の時に日本国籍を取得し、6歳まで同地で過ごす。ジンバブエ人の父親は経済記事を書く新聞記者であり、家族では誰もラグビーをプレイしていなかった。母親は NGO の研究員。6歳の時に来日して東京で過ごす。 小学生時代は、サッカーファンの父親の影響で当時はサッカーをやっていたが、中学1年の冬から1年間、南アフリカの東ケープ州、グラハムズタウンのグレームカレッジに留学し、ラグビーをプレーし始め、U13 のカテゴリーの最優秀選手に選ばれる。帰国後は、東京のラグビースクールに入り、ラグビーを続けた。東高等学校時代、 第89回全国高等学校ラグビーフットボール大会決勝で東福岡高等学校に敗れたものの準優勝に貢献。翌年度の第90回の同大会では東福岡高等学校と31から31の同点による両校優勝に貢献した。なお、東院学園高校時代高校日本代表に選ばれたことがある。 高校2年の冬に父親が急性。高校卒業後、出生地、南アフリカのラグビーチーム、シャークスのアカデミーに2年間在籍。ラグビー留学中は、南アフリカの U-20 代表候補になったが、日本代表で強いチームに勝ちたいとの理由で辞退している。2014年、サントリーサンゴリアスに加入。同年5月3日に行われた。 対フィリピン代表戦が日本代表としての初キャップとなった。同年8月23日に行われたジャパンラグビートップリーグファーストステージ第一節の子がコーラレットスパークス戦に先発出場で公式戦初出場を果たした。2015年、ワラターズに加入。同年8月にはラグビーワールドカップ2015の日本代表に選出された。 このワールドカップの南アフリカ戦でフル出場し、五郎丸歩のトライをアシストするなど勝利に貢献。日本代表で強いチームに勝つ初年を成し遂げた。2016年、レベルズに加入。同年12月にはスーパーラグビーサンウルブズの2017年スコットに入った。2019年8月、ラグビーワールドカップ2019の日本代表に、 選出されると9月20日の開幕戦でハットトリックを達成した。ワールドカップで日本代表選手が達成するのは史上初。2020年シーズン終了後にフランス国内一部リーグトップ14の ASM クレルモン・オーベルニュへ2年契約で2022年6月まで移籍することを2020年1月28日所属するサントリー・サンゴリアスが 本人コメントと共に発表した。同年12月12日の欧州チャンピオンズカップ一時リーグブリストル戦でフルバックとして出場し、ハットトリックを達成した。ありがとうございます。